Minoru Mochizuki was born on April 11, 1907. His training in judo began at age 5, and he enrolled in the Kodokan Judo headquarters in 1925. A favorite of Jigoro Kano, the founder of judo, he was sent to study under Morihei Ueshiba in 1930. Mochizuki Sensei was the first to teach Aikido abroad, traveling to France in 1951. He is the creator of a composite martial arts system, including elements of judo, Aikido, karate, and iaido, known as Yoseikan Budo. He is still active, operating his dojo in Shizuoka City, near Mount Fuji. これをね、こういう具合にねじって、こうやるから取れちゃうんですね。それはどういうわけかと言いますと、この5本の指でつかむ通りね。だからその5本の指に抵抗をやっても、これは難しい。なかなかいかない。ね、よっぽど、きついのは別ですが、取れません。ところが、この1本の指、5本の指じゃなくて、1本の指をこうやって締め付けてやる。そうするとですね、それ。 弱いところをこうやって締め付けてやると取れる。これは早くやることは、なんてやってやるのか、何個しろんだろう、えらい、早く相手を倒すことができる。というふうなことで、人が関心。今、手をこう掴んで、それを、こうやって、たくさんって言いながら取ってみした。だけど、あれは、かなり取れたんじゃね、これですね。これがですね、ちゃんとこうひねって、こう言って取っておるわけですね。これも一つの、 弱いところに向かって当たる。ところが、これを持ってひょっとこっちへこう持ってきますと、これも弱いわけですね、体が。つまり、相手は2本の足で立ってますから。3本の足で立ってる、だからあかんやんね。だけど、幸いにして2本の足で立ってる。だから、2本の足、こういうふうな方向で立ってるから、この、手で持ってたら倒れに行きますよね。だから、 これをですね、フェッとこっちに持っていけば、相手は不安定になるんですね。それをですね、今度はうまくフェッとこう抱いてやるんですね。フェッと出てこっちで倒るのが当たり前なんですよね。はい。はい。 私の道場の一つの特徴でありまして、これを捨て身技と申します。